はい、私どもの、まあ目指している作家であったり指導方針というのはまず技術を大事にする、その技術を大事にしながら、作家を通じて、対応力、それからもう一つはその技術を発揮するための動作、と判断、まあ、そういったものを日々日常の中で、細かいことを大切にしながら積み重ねております。今まで、ようやく新人戦は連覇することができて、安定して、まあ、全国に近づける、もしくは全国の力はついてきたと思いますので、まあ、今年は全国につながる大会、ここで結果を出したいなというふうに思ってますが、その結果だけではなくて常に、全国でベスト8以上を目指せるトレーニング、取り組み、人間的教育、そういったものに、日々努力を重ねているチームだと思います。